今日は、まあ、たまにさせていただいている企画、外国人さんいらっしゃーいをやります。よろしくお願いいたします。お願いします。すごい、なんかイケメン。なんで今ちょっと小物。なんかさ、よくいろんな外国のゲストが来たりするときにイケメンってお世辞で言うんですよ。嘘で。お世辞で。そう、でも今日はほんまにイケメンだから、アレちゃんもなんか困惑してここ距離できてる、ちょっと。いや、なんか近づいていけないかな。こっちから近づく。さすが。お名前は何て言いますか。アーティストネームがリッチーで。リッチー。普段はなんか J。はい。J さん。J よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。YouTube やってらっしゃるんですよね。やってます。最近始まったんだけど、最初はなんか自分の音楽やったり、音楽のことを話したりとかしてたんだけど、今の方がなんかイギリスとか日本のこととか。音楽を歌えるんですか。歌詞も自分で、歌も自分だけど、最近あんまり作る時間がなくてあんま出してないけど、前まで結構出してた。イギリスってなんか音楽の場っていうイメージがあんのよ。なんか、まあ古い方がなんかデイビッド・バウイとか。そう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 。何て言ったんですか今。デイビッド・バウイとか。すっごい発音いいやな。なんかそのイメージある。デビッドボーイ。日本風になってボーイの方が合ってるかもね。僕はいつもバウ言うんだけど、本当どっちかわからん。イギリス英語、アメリカ英語とかあるじゃない。やっぱイギリスの方からしたらアメリカの人下品やなって思うの。いいえ、動画で言わないけど、思わない。まあ私たちは、まあ正直もうロシア語の方が下手ですよ。そうなので。今ちょっと失礼なんですけど、おいくつでいらっしゃるんですか。22歳。 22? だってこの間 YouTube 見たらお子さんがいます。もう我々はダメよ、もう。それは日本の方との間でできたお子さん。なんかすごいなと思う。その22で子供とか想像もできんかったから、どうしようって最初はなった。なるけど全然僕は覚悟ができて大丈夫だねとは思った。 そもそも日本には何年前に来られたんですか。4年ぐらい。え、っていうことは18の時。そうそう、18の時くらい。結構ずっと日本に興味があって、一回旅行来た時にすごい住みたいなと思って、住むこと決めて頑張って、なんかイギリスとかで仕事してて、お金とか貯めて日本に来た。もう俺ら18の時まだ鼻くそほじってたで。日本の何が良かったんですか、そのイギリスにいる時。イギリスは今考えたら全然好きだけど、やっぱずっとそっけにいると悪いタイプしか見えないから。確かにね。日本すごいいいなと思って、日本に行きたいなと思ったし、日本もすごい綺麗だと思ったし、日本語がすごい綺麗だなと思って、喋りたいなと思って。いろんな国があるじゃない、世界には198カ国あるんだけども、なぜ日本って思ったの。何かこうきっかけ。やっぱ日本は特別な国だね。なんか似てる国にあんまりなくない。なんかなんとなくだけど、ヨーロッパの人って日本というかアジアっていう括りで見てる気はするのよ。いや、なんとなくね。そういう人はいるけど、アジアの中で日本がすごい僕にとってなんか全然違うなと思った。見た時なんかそこがすごい行きたいなと、人がすごい良かったなと思った。とりあえず日本人ってすごい優しくて、まあ、ウェルカムだなの気持ちがあって、多分日本人が日本にいると多分そういうところに気づかないかも。違うところに住んでみて日本とかに帰ったら多分気づくと思うけど、イギリスはウェルカムじゃないの。いや、ウェルカムだけど自分がイギリスだから気づいてなかった。自分はウェルカムする側ばっかりだったから。そうされる体験が印象深かった。そうね。あともちろん日本のご飯とかもめっちゃ美味しいし、一番最初に来た何食べたの。まあ、寿司。おおよそ期待してた通りではあったんだ、うん、日本に来てこんな国かなと思ってた通りではあったんだ。いや、あったあった。逆にこう、でもここはちょっと違ったなみたいなのはある。びっくりしたところとか。あ、やっぱ人がすごい多かった。イギリスと比べたら多いな。イギリスって何人いるんですか。なんか4つぐらい集まってますよね。まあ、イギリスとスコットランド、ウェールズとノートンアイランドだから、アイランドはまた違うけど、4つ集まってて何人ぐらい全部でいるんですか。わかんない。全然わかんない。イギリス6700万人、日本は1億4000万か5000万近くおるのと、うん、東京だけだと2000万人ぐらいやねんな。だから密度が多分ちゃうんやと思うわ。あとびっくりしたのは、うん、天気。ロンドンってめっちゃさ、雨ずっと降ってるって聞くけど。いや、ずっと降ってる。降ってるけど降ってないみたいな、もう霧みたいな。あー、なるほど。小雨。そう、だからもう傘さすたら別に意味ないなと思うぐらい。だからさ、外国の人って雨降ってんのに傘ささへんの。それは多分めんどくさいだけど。日本の人ってすぐちょっとでも降ったらさすけどさ、めんどくさくないめっちゃぶつけるし。あー、そう。でももう俺らはもうちょっとでも見えたら嫌やから。僕日本でも使わない。え、じゃあめっちゃじゃあでもしょうがない。イギリスにもし行って霧の雨降ってて、ちょっとあって行って
ってたら変な人。いや変な人にはならんけど、あ、なんかこの人がちゃんと準備したなと思う。この人ちゃんと準備したんだなと思う。ちゃんとだなと。どれぐらいの確率で降るんですか？あの何月によるもあるけど、うんうん、冬の方だったら多分にほぼ毎日降ってる時もあるし。あ、そう、冬だともう逆に毎日降ってんねや。降ってる時もあるし。今日の天気ね。雨明日もね、雨、明後日ちょっと曇りで、その次また雨お仕事とかは日本で何されてるんですか？最初日本に来た時に事務所入ってモデルとかテレビとかそういうのでいっぱい違うのやってて、多分すぐ声かかるわ。身長も高そうやもん。なんか、ま、そめっちゃ高くはないけど。え、何センチですか？180くらいあの、173ですちょっとイギリスジョークやめてよね、それ何歳だっけ、30ぐらい。え、同じぐらいと思ったんだよ、本当は。嘘や。そうそう、イギリスとかは30やともうちょっとおっさんになる。なんかその見た目が、うん、なるよね。え、じゃあ俺イギリス行こうかな、もう22って言って新たに人生をやり直すっていうでも自分は日本人の中では30以上に結構見られるんですよ。でも僕も30。あ、見られる。そうそう、そうでしょ、言われる。だから日本の人とかもっともっと若く見えるくない？すごい若く見える。どう、やっぱ若く見える人の方が好きな？そんなこと聞くの？日本はジェントルマン少ないんですけど、あの少ないじゃない、文化文化としてないな、まあないこともないねんけど、侍が多い。ジェントルマンですか？もうやめない今。フォロー、今フォローあかん。ちなみに私も全然ジェントルマンじゃないんですけども、自分の場合は女の人にドア開けるとかはしない。するんだったら女男関係なくみんなにする。僕もはもちろんみんなにするけど、うん、年上と女の子の方がやった方がいいかなとは思う。あ、年上？うん、おばあちゃんとかおじいちゃん。あ、高齢者のことね。そうね。ちょ、なんで毎回高齢者っていうの？え、なんでそれ女の子に開けてあげるの？自分のおじいちゃんが、うんうん、女の子はこれしないと、これしないとかいつも言ってたから、レディースファーストとか言うじゃん。うんうんうん。だからもうそれ多分なってる、普通に。レディースファーストってなってるんや。なってるから。俺ロシアでね、なんかずっと言われて、それをおじいちゃんおばあちゃんに言われてたよ、レディースファーストっていうのをちゃんとして、うん、した方がいいでって言った時に、なんで？なんで？って言うてて、やっぱおかまやから私もレディーにしなさいよっていう感じやったんやお前レディーだったの例えばご飯行く時も女の子にはおごるの？なんかね、人によるするわ。誘った人が払おうかなと。あー、そこはなんかフェアやな。この間女の子とご飯に行ったんやけども、割り勘にするやん、当然。一人2300円やったんやな。で、女の子が2000円しかないって言うから、え、ペイペイやるって聞いて、じゃあペイペイで400円送ってくれたらいいやん。もうこれなんかイギリスで生きていけへん、難しいかもね。なんかきちんと来たの。3000円2000円しかないのって思ったの。だったら3000円しかないわって、3000円出せばいいやん。それで俺が、あ、いいよ、じゃあ2000円でって言うけど、うん、その人はその、ちゃんと、あ、その人は、どうやってやんのって言って、どうやってなんでこう使い方説明して、ここでこうやって QR コードを使い方やった。そういうのは日本でも多分ちょっと嫌われると思うわ。あってほしいの、あ、それは普通だと思ってるのはダメだから、逆にそういう時はやった方がいいと思うし。あ、そうやんな。そう、でもさ、その払いたくないけど、おごってほしいけどっていう時は、やっぱイギリスでも女の子一回ちょっと財布出すふりすんのかやって。いや、やるやる、探してるとか。そう、やる。あ、それやるんや。探してるふり、ちょっと待って、それ、そんなことやんの？それロシアと違うとこやな。あ、ロシアは待つ。怖っ。美味しかったって言って、待つ。で、あの、携帯ちょっといじれながら、まだそれでもまだの場合は、あ、じゃあトイレに行くわっつってトイレに立って帰ってきて、で万が一それでもまだだったらどうしたのって聞く。失礼かもしれないけど、みんなにご飯美味しいのって聞くと、みんなまっついって言うの。何が出てくるのって言うと、なんかパイから魚の頭が出てるやつ。いや、それはあの、もうノベルティみたいな感じ。本当はそのみんな食べてるわけじゃなくて、もう面白いから作ってるみたいな。あー、なるほど。イギリスのご飯は、まあ、まっすくはないけど、見た目はあんまり美味しそう思わん。あんまり色しないし、色、あ、そう、ブラウンみたいな感じで。今長く日本に住んで、今一番好きな日本の食べ物は何？昨日食べたのは何？カレー。カレー。インド。日本のやつ。日本のカレー。日本のやつ。日本のなんかもういろいろ回ったんですか？あ、いっぱい行ってる。どこが良かった？北海道。北海道。住みたい。なんで何が良かったの？僕田舎が好きやからね。木とかでかいし。木。すごい。白木
酒場とかあるもんね。白い木してる。そうそう、寒いとこでしか入んない。あー、見ただろう。そう、うん、ロシアは白樺っていう名前のウォッカのメーカーがあったり、ロシア人からしたら、うわ白樺あるロシアに近いってすごい感じ。ちょっとロシアに似てたりする。だって日本ではさ、よく音楽でさ、桜の曲あるやん。僕らはとか言ってさ、なんかいっぱいあるやん、桜の歌。ロシアは白樺の歌がいっぱいある。そうそう。イギリスは何が多いんですか。正直言うと汚い音楽しかないんですよ。そう、あれグライムとかな、めっちゃラップ系みたいな。女の子ケツ振ってみたいな。いや、まあ、ケツがすごい好きだね。初めてじゃない、こうやって外国の男性のストレートの方に来てもらえた。ヨーロッパからは初めてかもね。嫉妬心もあんねんけど、なんかやっぱこんな、だってもう羨ましい、俺もこんな顔に生まれたかったわ。まあ、俺もこんな顔に生まれたらもう背が小さいっすよって言ってるくらいだもんね。そうやで、もう腹立つわ。いや、小さいは言ってない。もうアベレージでいい。アベレージじゃねえんだよ。緊張で比べるしかないわ。そっち、なんかすごい自信ありそう。なんで言うの。なんかこうなると負ける可能性があるから、ちょっと今回はやめとく。うん、やめとく。あの PV で見たらもっとね、いっぱいかっこいい映像とかも出てるんでね、まあ、よかったら概要欄の方にチャンネル貼っとくんで、あのそちらの方から一度チャンネル見てみてもらったらと思いますので、はい、じゃあ今日はあのいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またあっちのチャンネルでも出ますのでチェックしてみてください。お願いします。